ヤマトタケルの御事が伊吹山に至ると山の神がオロチ、古事記は牛のごとき白イノシシですね。ここは違うんですよ。だからタケルベ神社さんのタケルベ大社さんの伝承もちょっとおかしいんですよね。古事記となんか日本書紀がごっちゃになってるんですよね。で、私はやっぱこっちの重視するわけです。で、久めを降らしたでしょ。で、峰切りでしょ。で、これを初めてですね、私の父ちゃんも言おりました。敵の弾丸雨あられって、その中突貫しよったら、自分のね、へその近くに敵の銃弾が当たって小倉に帰ってきたって言おりましたもんね。鉄砲の弾なんか見えやせんです。見えやせんけど、やっぱり敵の弾丸雨あられってうちの親父言おりましたもんね。で、それで、鉄族の矢をあられのごとく降らされ、それがだから久め、この柔らかい表現、文学的表現になってますが、本当はこういう戦であったろうと。で、御事は初めて敗戦し、自身深で負ったようだと。で、ちはや降る神というのは有名な枕言葉で、カラタ取りのアニメーションでも出てきたんですがね、ちはや降るであろうというのも私が初めて出したやつです。こんだけたくさんの鉄族の、しかも羽付きの矢が降ってくる、これ怖いでしょ。だからちはや降る神ですね。戦の後です、これ。で、隠して見合いして、その味方草薙に剣を持ちて、その宮津姫のもとに置いてですよね。これ古事記ですよ。で、伊吹山の神を取りに出ましきと。で、そこへ出まして、のぼのに至りし時に国を覚えてと。これが大和は国のまほろば、たたなずく青脇山が溺れる、大和しうるわし。これ古事記です。古事記は山とっていう万葉仮名です。登山のとですね。お分かりですか。で、日本書紀ではこれ慶光天皇が歌ったことになります。古事記では大和たけるが歌います。日本書紀では慶光天皇が歌います。だからこれが古事記と日本書紀の大違いの場面です。だからこの歌はものすごく重要なんです。その日本書紀の原文がこうです。山、ま、とです。草冠を除くと、邪馬台国の隊でしょ。これ万葉仮名でとなんですよ。国語学の世界では決まりきってんです。とという音柄なんです。草冠がついてもつかなくても、あの難しい大の字でもいいんです。だから古い中国、三国時代から漢の時代、それから古事記、日本書紀に残るこの大の字、万葉仮名と一口に言われますけど、これはタイとか絶対読んでないんです。トなんです。だって古事記のこのトと対応してるんですもんね。このトと対応してるんですもん。これ絶対トなんです。で、学習院大学にいらっしゃった大野進先生が、岩波書店の日本書紀という本を書かれた時に、この歌のこの字がトと読んであるんで、字の文ではトマシロのトマっていう字、わかりますか？草冠に独占の線という字を書きますね。締めるという字、あの字の文にトマとあってトと書いてある仮名のところに、この歌からですね、演繹して広げて全部、日本書紀の上巻の部分ですかね、このあたりを全部このトの字にね、大野進先生書き換えちゃうという乱暴を やっちゃいましたね。岩波書店の日本書紀読まれてください。全部このとの字に置き換えてありますね。それくらいに学習院大学の国語学の大家と言われた大野進先生は、このとの字にこだわってらっしゃいますよ。書き換えちゃったくらいですよ、字の文の。トマという字をこのとに。それくらい国語学の世界ではこれはとの音柄として有名なんです。簡単な話、魏志倭人では大和国です。大和国なんです、あれ。あれは台中から面倒くさいよね。大和国じゃ簡単な話なんです。そういうことなんです。だから卑弥呼の大和国から、随所和国伝の大和から、それから天智天皇が名乗った日本と書くところの大和国に至るまで、全部この北九州の筑豊地区の大和だったんです。誰が大和台中か。それはいわゆる、まあ、考古学京都派と呼ばれる人たちの、そのまた先生たちでしょう。江戸時代も読んでます。江戸時代も読んでます。明治に山大地を読んだんですね。それでまたややこしくなった。そう、
それ分かっててそういう呼び方してるわけだから。あ、そうなんですね。まだで分かってなければこういうね、惑わすようなことはつかないし、実態は分かってるわけ。それはあるんですか、その明治政府は。うん、だからその時に書いてある。ちょっとやっぱりいろいろ差別して賢い人たちもおかしいです、うん、だから結局はその薩長ですか、特に薩摩ですよね、うん、薩摩がやってるわけです。いや、じゃあなんで薩摩がそれをしなくちゃいけなかったんですか。でだからその薩摩にあそこに行を定めてるでしょ、一応ニンニクですか。ああ、はいはいはい、あそこ、うん、あるのやで、薩摩に、またのところへ、もう全部陰謀でございます。でそれ大義名簿を作ってるわけです。ということは薩摩が非常に重要な場所だと、うん、やっぱそういうこと思わせるっていうのは、いや、天皇家と繋がりたかったんでしょうね、うん。はい、で伊吹山、これが足立山だということも分かりました。別名が霧ヶ岳ですね。だから この小倉のですね、この霧ヶ岡と足立山の話と先生が言ってる説があるじゃないですか。はい、これをやっぱりそのさっきの全部とつなぎ合わせて、うん、したらそれを分かりやすくすれば、まあ仮説としても面白すぎます。そう、それ今本に書いてるんです、うん、一生懸命、はい、すいません。でそのふも、うん、どうぞ。で先ほど傾向と人物がダブルって言ってますけど、ね、はいはい、うん、コースがですね、コースが大体はい、ダブルですね。でそれをまあ、北上していったというふうに言ってますよね。これ逆に南の方に行ったというふうに、まあ、考えることができないかなって、その三石の後半ですね。南の方に行ったというのは来たから、南の方に、うん、ということは、だから筑豊方から、うん、山形の方に行ったと考えられる、三世紀だし。筑豊方からどこに行くんですか。で、高田さん、中津通って、日田通って、そして山形の方にやっていくわけですね。山形熊本とかにある。だから、逆に引くのはやっぱそうだ、はい。いや、往来はありましたよ。だから、三世紀っていうのはやっぱそういうことが考えられるわけですね。で、またところが、また安倍時代になっていくと、今度また逆襲というか、今度山田の方から北上していくわけです、うん。だから、先ほど言いましたように、山本たけるが2回出てきますよね。うん、トランテと、うん、そういうところまでやる。だから、そういうところでやっぱ策っていうのが巡らしてるわけですよ。人務っていうのはやっぱ正当化するために。だから、先に和国の方からちょっと南下していって、久留国の方で最初収めていくとか。また逆に今度は久留国からまた逆襲で上がってくる。岩井とかと思います、岩井は。岩井っていうのは、6世紀です。だいぶ下がる。和の皇后が、武が亡くなった後にすぐ、和の王になったのが岩井です。神武皇后は、岩井の前ですよね。4世紀、ね。いや、これのすぐ後よ。ちょっと待って。だから、4世紀ですよね。4世紀です。4世紀です。ところが、記事を用いてないのは、3世紀の記事を用いてるわけですね。だから、この神宮っていうのは創作だって言ってるわけですよ。うん、はい、じゃあ、神宮自体がもう創作です、ね。いやいや、それは卑弥呼に被らせるために創作してるわけです。いや、それはまた後でやりましょう。はい、その足立山のふもとに実は卑弥呼と同じ時代の遺跡、女王の遺跡とか重富遺跡とか重住遺跡が出ておりますね。これ地元の伝承ではこれいつの話になってるんですか。卑弥呼と同じ時代です。だけどあれでしょ、草薙の剣を持ってきて訳の清丸をじゃないですか。ここいや、それは後です。これからああそうです、ずっと後です。で、ここから出たのが中国産の水銀種と書いてありますけど、この当時北九州に水銀があった証があります。だからどこですか。これ城の遺跡が出たあれです、箱式石棺です。どこですか。城の遺跡、城の遺跡が出たやつです。これだけが今小倉城近くの博物館にありますね、展示してあります。はい、だからもう箱式石棺っていうのはずっとここにありますよ。だからもう神武以来ずっとありますね、河原から北九州までね。これ新社ですか、ベンガルですか。新社です。はい、水銀種です。そしてその足立山の元にもう一つ葛原八幡があって、ここがもうとにかくこの白犬氏のお宮さんです。で、ここに和家の清丸伝承があって、で、追われたですね、
和気の清丸足を切られてて、その温泉に足を入れると良くなったと。それですっかり足が治り、山の足立山と命名しましたとあるわけです。で、この絵を覚えておいてくださいね。和気の清丸が足つけてますね。はい、これはもう地元の人しか知らない。大和たける。で、このお宮さんにはさっき言ったように白いイノシシが、像がいっぱい境内にあるわけです。だから和気の清丸をこう伝承によって消されたのが、実は大和たけるの御事の伝承ではなかったかと。破れた大和たけるの御事です。あれ、和気の清丸はうさぎ行く前に足を切られたんです。そうです、ここの伝承ではね、切られたんです。切られたんです、ね、で、切られたんだけど、このイノシシに連れられてここまでやってきて、で、そこの、この近くにまた温泉があって、そこに足つけたら治ったっていうんです。治って、うさに行って、で、御事の霊を聞いて、そう、神託を聞いて、はい、はい、同居、同居を退けたんですね、はい、そういう話ですね。で、これでやっとその白色獅子を北九州の古代史の会の人たちと一緒に、ぐずら八番の八番の話を彼らがしてて、イノシシの話急に始めたから、そのイノシシ白いの赤いのって聞いたら、白いって言ったから、連れてってってことで言ったら、もうペッて当たったわけですね。そしてこの泉が、なんとこのお宮さんの500メートル上のところにあるんですよね。清水丸がね、多分これが古事記日本書紀に書かれたイサメがいいです。ここら辺あたりに足つけてます。地元の人は何時、そんなこと言ってませんよ。未だに私だけですよ。で、その前山岳の御事が結局その足立山で敗れて倉手へ帰ろうとするわけです。これいいですか。足立山から倉手に帰ろうとします。剣岳ね。その山岳は何でその足立山に行ったんですか。いや、そこにやっぱり慶光軍来たからですよ。だから大和たけるの伝承で荒ぶる神と出てくるとも慶光軍なんですよ。そうです、そうです。で、弓矢戦は高いところを取られたらもう負けです。もう引力の関係で絶対負けます。だからこの時大和たける遅れたんです。だから敵はもう上から容赦なく撃ってきます。こっちはいくら打ち返したって届きません。もうその差ですよね。そして、一生懸命頑張って倉手に向かっていくんですけど、途中三重に曲がり、固い餅のようだと言ったとあって、その三重っていう場所がまだ見つかりませんね。で、大和国のまほろばって歌は分かりますね。これはさっきやりましたね。さあ、そこでこの白鳥の三ささぎなんかを全部追っかけていくとですね、まずのぼのが見つかっちゃったんです。のぼのだったんです。阿賀野ですね。現在地って書いてあるのは、この地図が立ってるところです。阿賀野橋のところで、この現在地という看板があるんです。で、その写真を写してきただけです。ここに福地の中宮があります。福地神社の中宮があります。ここに。ここに白糸の滝があります。うん。で、ここが天皇青年の家とかありますね。老人ホーム。甘柳荘かなんか知らないけど、はい、で、ここが阿賀野焼の里です。で、ここら辺が芋地原です。はい、あ、この辺り、そう、この辺り、はいはい。で、とにかくこの地図を持ってきて、で、阿賀野村史というのを、これを福知町の教育委員会からもらいました、コピーを。だ、そこにちゃんと上りのと昔読んでたって書いてありました。だ、のぼのです。これやっと見つけました。もうここの道重要な、向こう側を越えたらもう北九州に出るし、もうこっち行ったら河原ですけんね。はい。で、この福知山の山頂のところに大須の御事の彰子があると書いてあります。